9月23、なんと今日とね、明日と 43.5 ずつ走ると残り北京まで300キロ台に突入します。390キロぐらいになるのかな。ついにもう捉えたなっていう感じですね。かわいいですね、子供たち。ニーハオ。今はね、2、3日前のテレビをニュース見てたらね、日中関係っていうのは本当に最悪の状態に今入ってるみたいですね。で、日本人が中国人を好きかっていうのと、中国人が日本人を好きかっていうのを統計を毎年取ってるらしいないか。統計を取ったらもう最悪だそうです今。日本人は中国人を好きじゃない、中国人は日本人を好きじゃないっていう統計なんだけど、それは統計だけでね、千人かそこらの中で取ってる。でもこういう田舎の人たちだと本当にあのニーハオしてね、それで、日本から来た、みんな優しいしね、笑顔がいいし、やっぱり、ずっと走ってきてね、ヨーロッパから14カ国走ってきて、どこの国の人もやっぱ国民はみんなね、本当に笑顔が素敵で一生懸命頑張って生きてるなっていう、やっぱり変な情報とかなんかに惑わされたりね、一つの問題点だけを集中して、それで嫌いだとか好きだとかみんな騒いちゃうけどね、もっともっとやっぱり、大きな心でね、ものを見ないと判断が誤るのかなっていうふうに思いますね。自分は中国大好きです。6月23日、現在 20.5 キロ地点、今日のランチポイントは、21.5 キロ地点ですね。あと1キロ、現在は下っています。1キロ約5分ペースですね今。それぐらいのペースで、会長、そしてちょっと前にはスーさん飛ばしてます。坂はすごいホームがダイナミックです。どん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 鈴さんに追いつきました。一気に会長スーさん抜き去りました。早い。スーさんも早いのに。いや、俺はね、俺怪我しないよ。アフリに入ってますね。それでも5分前半ですけど。あ、そう。ランチまでもう少し。はい、トップ。6月23日。会長あっという間に前に追いつきました。今スーさんと並走しています。なんとなく会長は前に行きたがっている感じです。現在13キロを通過です。
まだまだこの先下っています。